一番分かりやすいサッカーをしてたのは山内学院だったんではないかなって。チャオ、元プロサッカー選手の宮根崎です。今日は高校サッカーで、決勝戦で、山梨学院が青森山田に対して、取った、もうその監督の采配っていうかな、長谷川監督、山梨学院の、ね、長谷川監督っていうんですけど、長谷川さんが取った、奇策のやつを、僕なりにちょっと、解説したいと思います。試合後のコメントで長谷川監督こういうことを言ってました。10回やったら9回負けていただろうって言いました。で、その中で1回勝てるような対策っていうのを今回しましたっていう感じなので、多分その言ってる対策っていうのが、こうだったんじゃないかなっていうのを、僕は、今回お伝えしたいと思います。まず注目のポイントは、ディフェンダーに対してのマンツーマン、ね、これは青森山田の選手ディフェンダーに対して、長谷川さんは、自チームのフォワードに対してそのセンターバックのこうマンツーマンしようとっていう指示を出しました。で、普通なら皆さん多分マンツーマンどういう選手に対してマンツーマンすると思いますか。で、多分思うのは前線の選手、例えば攻撃のキーマン、そういう選手に対して、マンツーマンさせるっていうのはもちろん分かると思います。けど長谷川さん取ったのは、ディフェンダー選手に対してのマンツーマンするということです。また長谷川監督はこういうコメントも残します。試合後言ってたのが、攻撃の起点、青森山の5番、藤原選手攻撃の起点だったのでそこを潰しておきたかった、なので、マンツーマンをしたっていう説明をしています。で、こういう面、図で説明していきたいと思うんですけど、緑が青森山田、青が混ざっているのが山梨学院、4-4-2、4-1-4-1っていう感じですね。こういう感じです。で、ポイントはここなんですよね。ここにフィーチャーしましょう。ここにフィーチャーして、ここがマンツーマンなんです。ね、例えば、ボール持ってます。で、4-4-1で4人に対して1人。仮に、4人に対して1人って、これかなりもったいない戦い方だと思うんで、仮に、ここに押し上げちゃいましょう。っていう、極論ここ、チャレンジ&カバーしたいんで、絶対2枚残すと思うんで、こういう感じかな、最悪。こういう感じでも、やっぱ穴ってあると思うんですよね。これの図見て違和感感じる方いると思うんですけど、これ違和感感じれるは、あ、結構サッカー知ってるなと思っちゃいます。ここボールなんですよ。ここプレッシャーいったとしても、この4-1-4-1の1番ね、1に対してのプレッシャー行くのがすごい難しいです。彼がいいところに打ちれば、なかなかこの白の選手ね、フォワードの4-4-2の2枚の片割れがまたここって行くのもなかなか難しいですね。仮にこうやってびっちりついても難しい。じゃあ、ここを押し出せばどうなのっていう話なんですけど、押し出ししたところで、例えば、どっかでフリーになるんですよ。ここ。ギャップが生まれるんですよ。なので、今回やったマンツーマンっていうのは、そこをまずは消したいと。1、2、3、4、5、6、7、8、9人。キーパーの除いて9人に対する負担っていうのは、よりすごいものになります。で、そこで僕が思ったのが、分析したのが、やっぱり一人がこうやって運動量なくマンツーマンする、なかなかこのマンツーマンしてる人は運動量なかなか上がらないです。9人でこの浮いた1人に対して守るって結構運動量いるんですよ。で、なんで山梨学院が交代枠で使ったの4枚です。4枚交代したことが、やっぱりこの戦術を取った、逆に言うと裏返しというか、ね、しっかりこの戦術を取るからこそこのメンバーたちが疲れてくるんで、うまく潤滑させるっていう意図があったのかなと思います。センターバックに対してマンツーマン作るっていうのはなかなかなかったですね。けど、今現状彼らができる対策として、やっぱシンプルにやったのが良かったんじゃないかなと思います。案の定やっぱり入りがいいし、例えば最初の部分は運動量もあるんで、
抑えられたと思うんですけど、同点にされ逆転にされた時にちょっとリズム崩しちゃうんですよね。崩された時何が悪かったかというと、やっぱここの9人に対しての負担がすごかった、運動量がかなり落ちたということですね。けどこの4枚のカードを切ったことによってうまく、そこを疲れず変えることができたということね。逆に先手を打った戦術をした山梨学院が、前評判をひっくり返してこうやってイーブンに持ってきたのはやっぱりこういう思い切ったことをやったかなと思います。20番のこの良かったのとはかなり体強くて今度ねボールキープできるんだよね。で逆に9人が守ってしっかりこの9番をターゲットにしてボールをつなぐ、そして今度強いからキープできちゃうんだよね。そうだからそこの、攻撃に切り替わった時に誰にボールを最初預けた方がいいのかとかっていう、明確、逆に守備ではこの子がマンツーマンにしてて、彼には絶対5番の5にはならせない、攻撃になったら彼がターゲットでここにボールをめがければ、ある程度キープもしているからシンプルにプレーできるっていう、まあ一番分かりやすいサッカーをしてたのは、山梨学院だったんではないかなと思う。僕も自分の動画でね、あの決勝の予想をやらせてもらったんだけど、やっぱ通常だとは青森山田の方がやっぱ下馬評でもいい、まあ評価高いね、優勝するんではないかな、いろんな評価があったと思うんだけど、じゃあそれに対して何かをすればもしかしたら山梨学院にもチャンスがあるって言った時にやっぱり対策としては何かってこういうことだったんだねっていうのを見れて、面白かったですね。ゲーム展開的にも、すごい面白かったし、まあこれはこの試合を通して注目ポイントだったんではないかなと思います。サッカーって面白いなっていう局面がいろいろあったと思うし、こうやってボードでやるとまあこうやってねこの意図っていうのも分かると思うし、まあ、サッカーって面白いなって改めて思いましたね。試合後こうやって分析するっていうのもすごい次につなげるためにすごい大事だと思うんで、こういう三原学院の分析っていうのもね、皆さん楽しめていただけたんではないでしょうか。どうでしょうか、わかりません。こういうことね、試合の分析もね、今後やっていきたいと思うので、もっと長いね、分析もやろうと思ってるんで、この決勝の対象ね、そういうこともたまには今後上げると思うんで、皆さんチャンネル登録の方よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を気に入ってくれた方、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。そして次の動画でもまたお会いしましょう。チャオ。